ビッグショー、ビッグショー、ビッグショーのリングネームで知られる、ポール・ワイト、ポール・ドナルド・ホワイト2、1972年2月8日台は、アメリカ合衆国のプロレスラー、サウスカロライナ州営金出身、フロリダ州タンパ在住、WCW 在籍時には、ザ・ジャイアント、ザ・ジャイアントのリングネームで活動していた。 その体の大きさで有名なレスラーで、身長213センチメートル、体重200キログラムの体育を誇り、世界最大のアスリートや大巨人の異名を持つ。大学までは、バスケットボールの選手として活躍。ハルク・ホーガーにスカウトされ、ラリー・シャープのプロレスラー養成所、モンスター・ファクトリーで7ヶ月間にわたって、トレーニングを積む。その後、 WCW のトレーニング期間である WCW パワープラントでの再トレーニングを経て1995年にプロレスデビューを果たす。WCW での公式デビュー戦10月29日でいきなりホーガンから WCW 王座をダッシュする快挙を見せた。WCW 時代のリングネームはザジャイアントでアンドレザジャイアントの息子と称していた。 翌年4月には、リックフレアを破り2度目の王座を獲得したが、同年7月より、WCW 電王が結成されると方眼に、王座を奪われた。自身も王に加入、ほどなくして脱退後は、正規軍側の主力として、活躍を見せる。提携先の新日本プロレスにも招聘され、巨体ながら、コーナーポストからのミサイルキックを放つなど、運動能力の高さを見せていた。 1999年2月に WWF、現在の w w e に移籍。当時ヒールとして、ストーンコールドスティーブ・オースチンと構想中であった、ビンス・マクマホンの資格として、突如リングの下からマットを破って現れるという、衝撃のデビューであった。w w f に移籍後、リングネームをビッグショー・ポール・ワイトに変更。このニックネームが後に、正式なリングネームとなり、 現在も用いている。この頃には、ホーガンのパロディを演じるなど、コミカルなキャラクターの一面を見せていたことがある。10月には、トリプル H、ザロックとの試合を制し WWF 世界王座を、ダッシュ、ジ・アンダーテイカーとのタックやビッグ、ボスマンとの構想後、2000年に体重オーバーを理由に一時、欧米行き宣告された。2002年の番組分割時に、 RAW にドラフト6位で指名されるが、同年秋に当時 GM のエリック・ビショフとの衝突により、スマックダウンへ移籍する。ポール・ヘイマンと組んで、ブロックレスナーを破り、WWE 王座を奪取。2005年2月5日のテレビショー埼玉、スーパーアリーナ大会、ロードトゥ・ーレッセルメイニア21ジャパンツアーにおいて、観戦していたアケボノを、日本のビッグ。 ショート公言して、生き投げ。同年4月3日のレッスルマニア21において、明ケボノとスモーマッチを実現。7月のハウスショー、埼玉大会では、タッグも組んでいる。2005年のドラフトにてに、RAW に移籍。タブチューズデーでは、ケインと組み、世界タッグ王座を獲得した。2006年、スピリット応援団に、世界タッグ王座を奪われるとケインと、 仲間割れ、その頃ケインは5月19日、名イナインティーンという言葉を聞くと状況に構わず逆上して見せるようになり、これをアングル化してケインと構想。その後、WWE vs ECW の構想が始まると、WWE を裏切り ECW の仲間入りを果たした。その後、ECW 世界ヘビー級王者のロブ・バンダムに挑戦。 ロブ・ガンダムのマネージャーについていた、ポール・ヘイマンの裏切りを受けて、同王座を獲得。WCW、WWE、ECW すべての世界王座を獲得した、唯一の選手となった。ECW 入りしてからは、ECW 本来の環境に親しみ、流血戦とも真っ向から向き合うようになった。マクマホン親子の用心棒として、DX とも構想。 12月3日の新生 ECW 初の単独開催、PPV ディセンバー e r to d e c e の6人参加競技、エリミネーションチェンバーマッチでボビー・ラシュリーに敗れ王座を失い、直後の12月7日の ECW でのラシュリーとの再戦に敗れリングから姿を消す。この裏には、以前から苦しんでいた背中の痛みの問題があった。2007年2月末に契約満了に伴い、 WWE を正式退団。その後、2007年4月27日に、米テネシー州メンフィスで行われたハルク・ホーガンの自主工業で復帰するも、レッグドロップからの3カウントで敗北。2008年2月に行われた、ノーウェイアウトにて WWE へ復帰。そのリング上で、プロボクサーのメイウェザーに顔面を殴られ花を、 骨折させられたこのことから、メイウェザーとの抗争にいる、レッスルマニアとエンティフォーで対戦したが、メリケンサックで顎を殴られ敗北した。9月のアンフォーギベンで、ビッキー・ゲレロをホームローとした、ジ・アンダー・テイカーをオーダーして、テイカーを失しさせた。それにより、テイカーとの抗争を開始し、10月のオマーシーでも、テイカーに勝利し、トリプル H の持つ WWE 王座への挑戦権を得るが、 王座戦でテイカーの乱入により王座ダッシュに失敗する。サイバーサンデーではファンの投票によりラストマンスタンディングマッチでテイカーと勝負が決定するが敗れる。その後のスマックダウンで金網戦でテイカーに敗れ構想は終了する。2009年のドラフトで RAW へ移籍し、この少し前から対立状態にあったジョンシナと本格的に構想を開始する。 この構想はエクストリームルールズで決着がつき以降は US 王者のコフィ・キングストンに狙いを定める7月のナイト・オブ・チャンピオンズでは6パックチャレンジ形式の US 王座戦への参加が決定していたが当日の第1試合の統一タック王座戦のクリス・ジェリコのパートナーと発表者ジェリコと共にレガシーから王座を防衛する6パックチャレンジ形式の U.S. 王座戦には代わりに、プリモが出場。翌日の R.A.W. では、ゲストホストを務めたシャキール・オニールと嫌悪関係になり、統一タッグ王者組とクライムタイムのメイン戦、ビッグショーの反則負け後に特別審判員を務めていたシャックと掴み合いになるが、リング外に突き飛ばされた。10月には、ジェリコを破り、ブラッキングライツの番組対抗戦の チーム RAW の一員となる。対するチームスマックダウンの首相がジェリコであったため、一時的に両者の関係が微妙なものとなった。しかし、PPEV 当日、試合終盤で、突如チームメイトであるコフィキングストン、トリプル H を立て続けに襲撃し、結果的にジェリコを率いるチームスマックダウンを勝利に導いてしまう。翌日の RAW では、 スマックダウンの勝利をアシストしたためにジ、アンダーテイカーの世界ヘビー級王座戦、第一庁舎となったことを明かした。11月のサバイバーシリーズでトリプルスレッド形式の王座戦に挑んだが、王座獲得とはならなかった。7月の統一タッグ王座獲得以来様々なタッグを相手に王座を防衛してきたが12月のでの TLC 戦で D ジェネレーション X に敗れ王座を失った。 2010年の2月にはザミズとタッグを組み再び統一タッグ王者となる。しかし4月26日の RAW でハートダイナスティに破れ王座を失う。そして同日行われたドラフトでスマックダウンに移籍すると共にベビータームする。移籍後は CM パンクが丸坊主を隠すために被っていたマスクを剥ぎ取ったことをきっかけにストレートエッジソサイティ。 CM パンクルーク・ギャローズセリーナジョーイ・マーキュリーと構想を開始する。8月15日のサマースラムでパンクギャローズマーキュリーとの1対3のハンディキャップマッチに臨み勝利した。その後もパンクラを圧倒して構想は終了した。10月24日の PPV ブラッキングライツではチームを結成し、 ザミズ率いるチーム RAW と対戦し勝利した自身はカウントアウトにより退場。2011年に入ってからは RAW から移籍してきたウェード・バレット率いるザ・コアとの構想を開始。構想と同時期の2月、PPV ・エリミネーション・チェンバーの世界ヘビー級王座戦にバスルも2番目に脱落。王座戦後はコアとの構想を継続し、その後は ケインとのタックで、コアが所持していたタック王座を奪取した。コアの解散後は、ネクサスのデビット・オタンガマイケル・マクギリ・カティグミとのタイトルマッチにて、王座から陥落。タック戦試合後に、アルベルト・デルリオの専属リングアナであるカレド、ロドリゲスから引き逃げされたことからデルリオとの交想に入り、キャピタル・パニッシュメントでのデルリオとのシングルマッチが行われたが、 マーク・ヘンリーの乱入によって負傷し敗戦した。ヘンリーとの交想中に怪我で欠場し、復帰後の12月18日の PPVTLC にてヘンリーとのチェアーマッチに勝利し、9年ぶりに世界ヘビー級王座、WWE ヘビー級以来、世界ヘビー級和賞を獲得した。しかし、試合直後のヘンリーとの乱闘に乗じて、ダニエル・ブライアンが、 マネーインザバンク挑戦権を行使し、そのままフォールされてしまい、一瞬にして王座から陥落した、在位期間45秒。再選権によるブライアンとのタイトルマッチにおいて、一度はマーク・ヘンリーの乱入により、反則負けとなり、二度目も、ブライアンのセコンドについた AJ と衝突して、ギミック上の重傷を負わせたことでブライアンから激しく、非難、罵倒された。このことや、 ヘンリーも再戦権を行使したことでブライアンとヘンリーの三つどもへの構想を開始。2012年ロイヤルランブルにてブライアンに敗れ、構想は終了した。エリミネーションチェンバー世界王座戦にてバレットとコーディローデスによって脱落させられ、さらにレッスルマニア WWE 王座挑戦者決定戦でもローデスの妨害で敗れた。そしてローデスが大巨人は、 大舞台の祭典に弱い党と挑発し続けたことから、ローデスとの抗争を開始。レッスルマニアで i c o 王座を獲得する。その後すぐ再戦となり、エクストリームルールズのテーブル戦で、ローデスが i c o 王座に返り咲いた。その次の再戦後、RAW とスマックダウンの両 GM となったジョン・ウリネーティスの声をバカにした発言をしたことで怒りを買い、 侮辱された挙句首にされ、オーバーザリミットにて、ジョン・ローリネーティスと戦っているシナを裏切り、6月の RAW でヒールターンをした。理由は、ローリネーティスに不条理に首にされた直後、観客や他のレスラーが何事もなかったかのように動いていたためだという。その後、怒れる大巨人として圧倒的なパワーで、WE 王座戦線を戦い続けていたが、 大座取得ならず。その後すぐに、世界大座戦線に進出し、シェーマス相手にヘルイン焦る、試合形式は、普通にて、大座ダッシュ。しかし直後に貫禄をなくし、シェーマスから逃げ回るような言動が増える。それでも大座は守り抜いた。2013年1月のスマックダウンで、アルベルト・デルリオとラストマンスタンディング戦に敗れ、大座貫落。その後も、 ヒールとして活動。レッスルマニアでは一時的にシールド戦のために、B のオートンやシェーマスと組んで戦ったが敗戦し、試合後にオートンやシェーマスを襲った。オートンとの交想に敗れた後に負傷欠場するが、シールドに襲われた RVD やヘンリーを救うべく完全なベビーとして、復帰。しかし、トリプル H のブライアンに対する悪行を非難したことで立場を危うくし、 家族を養うために言い,いなりとなり、トリプル H や、ステファニー・マクマホンに敵対する者を攻撃る。10月6日の PPV、バトルグラウンドで、WWE 王座戦に、ステファニーに、ブライアンを殴るように仕向けられる。乱入して、実際に、ブライアンを殴り倒したが、オートンをも殴りつけ、勝者のいないまま王座戦を終了させてしまった。それにより翌日のローで、 ステファニーに解雇を言い渡されるが解雇を不当、また巨体に関して言及されたことを差別的扱いとするなどして WWE を訴える構えを見せた。取締役会で彼が会社を訴えないように望んでいるものは何でも与えるように決まったこと11月4日トリプル H とステファニーはリングの上で彼の復職の要求とサバイバーシリーズでの WWE 王座戦を飲むことになる。 しかし実際の王座戦終盤で、不意に現れたトリプル H とステファニーに気を取られ、オートンに敗れた。12月にはレイ・ミステリオと組タッグ王座戦戦に、以降、4ウェイイリミネーション形式の王座戦では、敗れるがその後の通常タッグ戦で王座組のローデス兄弟を破るが、王座戦は行われずに2014年を迎え、ブロックレスナーに挑戦。 ロイヤルランブル内で行われた試合に臨むが、試合開始直前に椅子で何度も叩かれた挙句に破れ、試合終了後も滅多打ちにされた。この影響から数ヶ月休養。3月7日のスマックダウンでダニエル・ブライアンと組んでバティスタとケイン戦で復帰。その後、マーク・ヘンリーと組はイアット・ファミリーと戦ったり、タック・オーザ戦線に乗り出したりもしたが、 アメリカ批判を続けるルセフとの構想にヘンリーに続く形で移行こう。しかし敗れ、さらにヘンリーの裏切りも受けて関係は破綻。11月のサバイバーシリーズでチームシナの一員としてチームオーソリティと対決し、開始早々的チームのヘンリーをパンチ一発で倒す活躍を見せるものの、途中でチームピンチになったことでシナを裏切りオーソリティに取り入れた結果。 チーム品が勝つが、翌日の RAW で自身の行いを謝罪するも、途中から感触を起こしてヒールターンした。2015年3月29日、レッスルマニア31のアンドレザージャイアントメモリアルバトルロイヤルに出場。終盤にダミアン・ミズドを脱落させて優勝を飾った。ストーリーに応じてヒール、ベビーフェイスとどちらの役割も演じている。 ハルク・ホーガンのモノマネを得意とし、ベビージには、ショースターなるパロディキャラに変身したことある。スマックダウンでは、その巨体のため、ブロックレスナーやジョン・シナットの構想の中彼らに投げられることが試合の見どころとなっていた。中でも、2003年6月フロリダ州、オーランド大会での対レスナー戦において、だれ式、ブレインバスターで投げられた直後、 リング下を結んでいたワイヤーが着地の際の衝撃で、キレ、富士 TV の DDT 社長、高木三四郎の解説による、リングが崩壊したシーンは、今もなお語り草となっている。後に、プロレス上の演出であるということを、WWE のシェイン・マクマホンが説明していいが、この事態は、世界プロレス史上初の出来事である、リングに、穴が開くことはよくある。また、 2011年10月の PPV 大会ベンジェンスでは世界ヘビー級王座戦に挑戦者としてマーク・ヘンリーと対戦するも再びなだれ式ブレーンバスターで投げられた直後にリングが崩壊したこの一件にて崩壊したリングにてアルベルト・デルリオ VS ジョン・シナのラストマンスタンディングマッチによる WWE 王座戦が行われた さらに2017年4月の RAW にて、ブラウンストローマンと対戦して、サンドナダレ式、ブレインバスターで投げられた直後に、リングが崩壊した。WWE 対談後は、体の負担を和らげるため減量に励み体重を、約100ポンド、約30キログラム落とすことに成功、シャープな体型へと変貌していた。 しかし、メイウェザー戦を控え、軽量したところすでに2 0ラム増量していた。かつてのアンドレザジャイアントなどに代表される巨漢のレスラーは、その重すぎる体重ゆえに全身にかかる負担も大きく、また暴飲暴食の影響により重度の内臓疾患を抱えるなどて早死にするケースが多い、前日のアンドレも46歳で死亡した。そのため、ショー自身も過去のインタビューにおいて、 自分も過去の巨人レスラーたちと同じく長生きはできない子を悟っていると語ったことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。